じゃあどうしようかな。じゃあ蘭姉ちゃんから。開始します。はい、お願いします。完了しました。カジノかな。ここがカジノエリア。爆弾を探してみましょう。ああ。あ、明かりが消えた？なんだ。扉が封鎖されたようだぞ。出た！なんかつけてる。鳥居さんの声。カジノエリアを封鎖して、お前たちは逃げられないぞ。どこにいるの？暗くてよくわからない。フェルナンド、宝石を持ってるのはお前か、キッドか。お前に答える義務はない。お前を動けなくしてからゆっくり調べればいいことだ。させない。お、負けないんだから。あなたも元格闘家だったら武器を捨てて自分の力だけで決着をつけて。空手女か、いいだろう。殺さない程度に可愛がってやる。来い。銃捨ててね。ああ、終わっちゃった。じゃあ順番に行こうか。きっと4時ホテル廊下。細かあれだ、消火栓なくなってる。へえ、細かいね。高圧的なテロリスト。きっと探せ。この建物ごと爆破されたいのか。いい、わかりました。火事の支配に。チョコレート、これ以上走るのは無理だ。まったく、なんでこんなことになってしまったのか。お客様に楽しみをサービスする私たちが、お客様を追い回す側になるとは。支配人。おら、君か。武士だったのかね。ハイローラエリアのパスキーをお持ちですか。ああ、持っているが、なぜそんなことを。ハイローラエリアに入って確かめたいことがあるんです。金品はとっくにあいつらが持ち出した。今更は何も残っていないだろう。私たちが探さねばならない切手もパスキーがなければ中には入れない。お金を探しているわけでもキットを探しているわけでもありません。ここだけの話ですが、警察への緊急電話が生きているんじゃないかと思って。おお、セキュリティ用の緊急電話だな。高額なキャッシュが飛び交う場所だからと設置していたものだ。今使わない手はないが、果たしてつながるだろうか。あいつらの言いなりになるのは真っ平です。最後まで抵抗したい。パスキーを貸していただけませんか。私も君の意見に賛成だ。パスキーを渡しておこう。だがくれぐれも気をつけるんだよ。怪盗キッドがいるかもしれないからの。はい、ありがとうございます。うまくいったぜ。おー、ハイローラーエリア。ここがハイローラーエリア。爆弾はっと。ビンガ。とうとう見つけたぜ。なるほど。解除装置はテンキーか。あの子が送ってくれた鳥居のメモと、名探偵が見つけ出した暗号コードを組み合わせて、数字に変換して入力すればいいんだね。さて、どんな番号だったか。実はもう書いてあるぜ、きっと。29945でいいのかな。あれ ?29945? ちょっと待ってね。見てなかった、しっかり。19945って出てるから多分これなんだろうな。19945だね。はい。やれやれ。これで爆破の可能性はなくなったな。お？見つけたぞ、キッドだ。君は。バレちゃったね。じゃあ子供たち。いよいよですね。さあ、どうなることやら子供たちも。3時50分、非常階段。どうですか？灰原さん、どこに行ったんでしょう。見てくれ、真実カードが。もう元気になったのか、こいつら。ああ、よかったよかった。つばさん、無事愛ちゃん、翼くんと一緒なんだ。彼はキットを撮影すると言っていました。もしかして屋上に向かったんじゃ。屋上？ビルの中央から炎で分断されているときに？不可のメモがあったでしょう。あのメモに書かれていた兵器のようなもの。屋上にあったマシンじゃないですか？言われてみれば。愛ちゃん、あのマシンを調べに行ったのかな？テロリストたちが残ってるかもしれないのに。また真実カードが更新されたぞ。出た、火炎放射器。隠された巨大火炎放射器。そんなもんが設置されてやがるのか。見てください、不可の衣類の燃えかすがあそこに点々とどこかに向かってる。このフロアの一つ上、1階にあるスーパーマーケットにそいつは向かったみたいだな。そいつを仕留めれば屋上の子供たちを助ける手段がわかるかもしれない。俺が様子を見に行ってくる。お前たちはここで。待ってくれ、俺たちも一緒に行け。バカ野郎。まったくだ。子供の出る幕じゃないと何度言ったらわかるんだ。お前たちは1階の出口から避難しろ。でも。ですが。何度も言わせるな。どうなんだろうな。ここで言い当てる時間はないんじゃないか。はい、ごめんなさい。わかりゃいいんだ。気をつけて避難しろよ。大丈夫かな、愛ちゃんと翼くん。心配ですけど、これ以上食い下がったらモリさんに怒られてしまいます。俺たちにできることなんかあるような気がしたけどな。いや違うの、なんか一回食い下がるっていうか、なんかさ、諦めたふりしてついていくのかなと思ったんだけど違ったんだね。なんですと、もう反論しなきゃダメだったの。はーい、もうアニメだとそういうパターン多いじゃん。くそ、はい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 、くそ、こっそりついていくのかと思ったじゃん。もう、じゃあ諦めずに反論。灰原と翼が危ない目に遭ってるかもしれないときにジェットなんかしてらんねえや。川を通せば2人を助ける方法がわかるかもしれない。おっちゃんが言ってくれたように、灰原や翼を家に返してやりてんだ。お前ら。そうだよ、愛ちゃんは博士のもとに、栗木さんは家族のもとに、全員で無事家に帰りてんだ。家族のもとに行くか。お前らの覚悟はよく分かった。俺についてこい。かっちょいい。ただし絶対に俺の言うことを聞くんだぞ。じゃなきゃすぐに追い出すからな。はい、うん、こっちにしなきゃいけなかったのね。お、スーパーマーケット。ウガワとかいうやつは向こうの家具売り場にいる。あいつに気づかれないようにしろ。はい、フカは武器を持っている。そんな相手に正面から向かってくれば危険だ。大丈夫だよ、俺たちも武器を手に入れて今度こそ。バカ野郎、まだそんなこと言ってるなら今度こそ表に放り出すぞ。あんまり危険な方法を提案すると協力させてもらえなさそうですね。どんな作戦ならいいのかな。そうですね。とりあえず武器を取り上げるところから始めた方がいいんじゃないか。トラップ。そうか。ですね、スーパーにあるものでトラップを仕掛けるのはどうですか。僕たちが材料になりそうなものを探してきます。洗剤とかね。悪くない手だな。幸いスーパーは死角が多い。トラップを仕掛けて俺の元までおびき寄せ、俺が負荷を仕留める作戦でいこう。はい、うん、よし、トラップの材料になるものをスーパーから探そうぜ。し、物音を立てないようにですよ。ほら、うん、調査開始。はい、まずここ、掃除用品が並んでいますね。ほうきを武器にしてぶったたいてやるか。そういうのは森のおじさんが怒るんじゃないかな。見てください。洗剤なんてどうですか？何かに使えそうです。ねえ。洗剤、カート。カートはどうかな？いいな。カートを車代わりにして、スーパー中は走り回るとか。ですが。カートを押すならともかく、上に乗ったらコントロールできませんよ。お前らが押せよ。俺はカウボーイみたいに、突撃する。重い。でもあなたに近づく作戦を立てると、毛利のおじさんが怒るよ。カートに何か乗せて、深川に突っ込ませるくらいがいいかもしれませんね。あとは、意外と広いな。キッズ。米。お米がいっぱい並んでるね。米の袋は結構重いから何かの武器になりそうだな。そうですね。玄太くん持てますか？お米を無駄にしちゃったら怒られないかな。無駄にはしねえよ。どんな風に使ってもちゃんと全部食う。さすがですね、玄太くん。そんなもん？こっちにもたくさんいろんなものがあるね。し、深川に見つからないように静かに行動しないといけませんよ。こっそり行こうぜ。で、ここでもね、できるんだね。まずここら辺はないのかい？あ、なかった。おもちゃだ。私これ欲しいんだ。ミラクルキッチンセット。俺はこの銀河ストラングソーダ。あやみちゃんも目的を忘れちゃダメですよ。ああ、そうだった。おもちゃを見ると遊ぶこと考えちゃうからな。役に立ちそうなものあるかな。そうですね。おもちゃは怪我をしないように軽いものや柔らかいものが多いから。後でもっとよく見てみようよ。ここはコーヒー。ジュースがいっぱい並んでる。コーヒーやジュースの缶は硬いから、ぶん投げて武器にするのはどうだ？直接的な武器にすると、毛利のおじさんが怒るかもしれませんね。何かに使えるかもしれないよ。よし、これも持ってこうぜ。あとは、食べ物がたくさん並んでるね。食い物の匂いだ。お菓子の棚はどこかな？お菓子を探してる時間はありませんよ。役に立つものを探さないと。ああ、そうだったな。この食用油ってやつはどうだ？ぬるぬるしてて何かに使えそうだぜ。うん、そうだね。いいね。よし、次はもっと奥を見に行こう。洋服か。この辺りは入り口からよく見えないね。深川を入り口の方からおびき出すとしたら、深川には死角になりますね。せっかくの死角ですから、うまく利用したいところです。休憩所、ここに潜伏してもらう。ここから飛び道具を発射。発射はしない。潜伏？わかりましたよ。そうだ。毛利さんにここで潜伏してもらうのはどうでしょうか。僕たちはトラップを仕掛けて、この棚に誘導していくんです。いいな。スパイみたいだぜ。ってことは、ここが最後の砦だ。とびっきりのやつを探そうぜ。うん、はい。お。って言っても服しかないぞ。服なんかも売ってるんだな。あゆみも前ここで服買ったよ。すごいな。同じフロアにおもちゃとか食料品とか服全部押し込んであるんだな。これあゆみちゃんと同じ服じゃないですか？あ、じゃあそれで、あっちの白いワンピースと迷ってこっちの服を買ってもらったんだよ。やっぱり白いのもかわいい。やったー。これは使えそうですね。白いのも買った方がいい？そうじゃなくて、あゆみちゃんとお揃いのこの服です。作戦に使えますよ。俺と水彦もこの服着てユニフォームっぽくするとかか？それはちょっと。想像じゃなくてありえないもんって言われた。とにかく、あゆみちゃんの服も持っていきましょう。上は関係ないね。銃。役に立つおもちゃってあるのかな？これはどうだ？バキュン。水鉄砲ですか？あいつみたいに火が出れば最強だけどな。中に入れるものを工夫すれば使えるかもしれませんね。持っていきましょう。かなりの量になりましたね。あっちのところまで戻ろうぜ。で、結構集まったな。食用油、カート、米袋、洗剤、水鉄砲。お前と同じスカートか。これを使って作戦を立てるぞ。床に巻いて滑らせる食用油。無理やり飲ませてってすごいな。すげえ作戦だったね今。床に巻いて滑らせるのはどうかな。彼が油に気づいて遠回りしたときは、陳列棚を倒してダメージを与えましょう。腕が鳴るぜ。お米はどうしましょうか。カートに乗せて激突させる。米を床に巻いてどうする。棚に仕掛けて落とす。激突。カートに乗せて激突させるってのはどうだ。重たいものだから結構痛いよね。ではカートに乗せてセットしておきましょう。洗剤は何に使おうか。洗剤か。泡立てて泡を投げる。スカートを投げる。目つぶしに使うしかないんじゃない。水鉄砲に入れて。目つぶしに使うっていうのはどうですか。洗剤って染みるもんね。だったらこの水鉄砲の中に入れて銃みたいにパキョーンってしたらいいんじゃねえか。おっちゃん何もしてない。あゆみちゃんと同じスカートはどうしましょうか。おとりに使うしかないな。おびき寄せるためにしか目隠しに使う。燃やして投げつける。すごいな。深川はあゆみちゃんの姿を何度も見ています。あゆみちゃんがいるように見せかけておびき寄せるために使いましょう。じゃあ、棚の陰からそっとスカートの端が覗くようにしないとね。あゆみはちゃんと見えないところに隠れてるんだぞ。大体の作戦は決まったな。まあ、子供たちが決めたんだけどね。俺が挨拶したら作戦開始だ。うまくいくかしら。で、こっちか。よし、行くぞー。4時10分、スーパーマーケット。今頃屋上に設置した巨大火炎放射器が作動しているだろう。証拠になる屋上商品周辺のものを焼き尽くし、クローバーヒルズの多頭を火炎に飲み込む最終兵器だ。なんだ？ああ、これは缶のそばに油のようなものが巻かれている。さてはあのガキどもの仕業だな。こんな罠に俺が引っかかるとでも思ったのか。今度こそ捕まえて二度と動けなくしてやる。こんな油迂回して歩けばいいだけだ。レッツゴー。何？ああ、棚が倒れてきやがった。くそ、あのガキども、絶対に許され。やっと吐いてれた。うわー、お米登場か。おおレッツゴーこれでもくらえ。あららららら、痛い。この野郎、ガキ。いや、待て。追いかけたらまた何か罠が待っているはずだ。その手には乗るものか。慌てずに振り返って元の道に。おお、かっちょいい。目がしみる。すごいな。あれだ、光彦くん、銃うまくなるんじゃないかうまくなるんじゃないか。おっちゃんに習うしかないぞ。絶対に許さねえ。出てこいクソガキども！どこだ？どこに行った？あのスカートの影は確か面白いぐらいに引っかかるな。バレてんだよ。それで隠れているつもりかお嬢ちゃん。今すぐに捕まえてやる。いない。見つけた。お嬢ちゃんでした。うおな、このスカートはまんまと罠に引っかかったな、この赤馬ね。ああ。おやったー、スカンを捕まえたよ。おお。これで身柄を拘束。よかったよかった。で、終わったんだね。で、愛ちゃんどうなるか。屋上にはついてるのかな ?3 時56分。やはりあのメモ帳に書いてあったのはこの機械のことのようね。あの戦車みたいなやつを見に来たの？そうよ。深川のメモにあった火炎の文字。燃料に積まれたタンク。この機械はおそらく巨大な火炎放射器ね。こんなところに戦車みたいな巨大火炎放射器を置いたって、どこを焼くって言うんだよ。まさか他のビルを丸ごと？考えられない話じゃないわね。そしたらイーストリーフやウエストリーフ、母さんがいるテレビ局も？最悪の状況になる前にこのマシンを使えないようにしないと。あ？どうなってるの？砲筒が動いた。まずいわ、みんなに知らせなきゃ。このままじゃ他の塔にいる人たちが。遠隔操作で動かしたんだね。怒った。え？だって砲鉄が近隣の建物に向かってじゃなくてこっち向いてるんだけど。な、あーまずいまずいまずい。わあ。あちゃー、あらら。あらら、大丈夫か？すごい炎の威力だわ。見て、入り口の扉が燃えてる。これじゃ下に戻れない。なんとかしてあのマシンを止めないと。無理だよ、近づいてまた火炎放射されたらどうするんだ。今は火を消して逃げる道を探す方が先だって。あのマシンを止めないと他の建物が燃えてしまうのよ。あなたのお母さんが危険にさらされるわ。だけど火の勢いが強くてマシンにも近づけないよ。なんとか火を消さないと。これは連絡送水管放水口。なんか水が出てくるんじゃないの？待ちなさい。ダメよ。消防車が下の給水栓から送水を行って初めて水が出てくるの。ああ。スプリンクラーもあるのに水が出てこない。さっきは使えたのになんで？さっきの火災で貯水を使い果たしたんだわ。こうなったら気合でマシンのところまで。それは無理だべ。ねえあそこ見て、消火器があるよ。灰原、消火器で扉の火を消し止めれば栗木君は助かるけれど、他の建物にいる皆は助けられない。マシンを囲む炎を消し止めれば、マシンを止めることはできるけど、栗木君は屋上から逃げられない。どうすれば？難しい選択だね。じゃあそんな、工藤君。なるほどな。開始します。完了しました。さあどうする？はい。そんな。またどこかで爆発があったの？いや。爆発ならこうはならない。でも大事なのは間違いがないよ。爆風でちょうど目隠しみたいになってた幕が吹き飛んでる。ベランダに出てみるね。でも無茶はしないで。わあ。ノースリーグの屋上が燃えてる。あれは灰原？あいつなんであんなところに。このままじゃあいつは。コナン君、セントラルタワーに何かが。なんだ今、何か見えたような。黒瀬、まさか。かなこさん、戸棚の中にあった双眼鏡を持ってきて。わかったわ。吊るされてる。コナン君、これありがとう。ありゃあ。双眼鏡のレンズに目を当てた俺は息を飲んだ。ぼやけた視界の中、解放の花、終了の黒瀬靖の面影を見た気がしたんだ。え？どういうことだ。そんな。コナン君、あれを見て。かなこさんの悲鳴が尾を引いた。レンズの中で遺体を吊り上げていたワイヤーが外れ、遺体は重力に導かれるままセントラルタワーの展望デッキへ落下していった。なんですと、恐ろしい。かなこさん、早く。急いでノースリーグに向かいましょう。あなたのお友達を助けないと。ノースリーグに行くのがベストなのか。火の回り方からすると、ノースリーグの下の階にも炎が広がっていそうだぞ。どうしたの、コナン君。早くしないと。かなこさん、行き先は。屋上、地下駐車場、イーストリーフ。そうだね、イーストリーフじゃないの。間違いないねえ。ノースリーフに行っても何もできないよね。違うよ。炎上しているノースリーフじゃない。俺たちが向かうべきところはイーストリーフ屋上だよ。そこに灰原を助けられる鍵があるはずだ。一体どうして。ごめん、かなこさん、説明してる時間がないんだ。頼む、一緒にイーストリーフの屋上に来てくれ。分かったわ、コナン君。あなたの判断を信じましょう。よし。で、コナン君終わりで、こっちか。じゃあとりあえず愛ちゃんの方が気になる。開始します。はい、完了しました。まさかの黒瀬が。4時17分ノースリーフ屋上。大丈夫か。炎が強くて近づけない。なんとかしてこの子を助けないと。バックドラフトから俺を救ってくれたんだから。大砲がまた動き出した。イースリーグの方角を狙ってる。灰原、大砲の先から避けろ。こっちだ。やばいぞ、やばいぞ。どうした健太郎。なんだ、大砲が向いてるイーストリーフの屋上に人がいる。ケダー君、お前の知り合いか。お、ダメだ、大砲の前に出るな。おお、あらららら。灰原が危ない。まず自分の身を守る。飛びついてかばう。さっきかばったもんね。セラ、灰原、燃えた。よかった。火炎はイーストリーフまで届かなかったみたいね。無茶すんなよ、灰原。ありがとう、かばってくれたのね。灰原、お前だったらあのマシンを止められるのか。多分ね。そっか。お前さ、俺を助けるかマシンを止めるか消火器を睨んで悩んでただろう。マシンを止めろよ、灰原。栗木君、俺なら大丈夫だ。こんな事件最後まで見届けないと大スクープだからさ。ダメよ。そういえばだって灰原はイーストリーフに友達がいるんだろ。俺だってサイスリーフに母さんがいるんだ。だけどあなたを危険な目に遭わせるわけには。もうそんなこと言ってる場合じゃ。なんだなんだ。健太郎。なんだよ、うるさいな。お、なんだなんだ。え？空に白い鳥来た。嘘だろ、怪盗キット。キットどうしてここに。燃えちゃうよ。さあ手を早く。うん、君も。その翼、二人と一匹を乗せて飛べるのかしら。そいつはレディーの体重は効かない主義ですよ。私はやることがあるの。その子をサンスリーグに連れて行って。早く、自慢の翼が焦げるわよ。そうだな。承知いたしました。小さなレディー、あなたに幸運を。その子のことよろしくね。ああ、まあ察したんだろうな。お母さんに無事な顔を見せてあげなさい。ああ、あれ、犬は。犬も行った。あ、行ったね。灰原は犬。彼女のことなら大丈夫だ。彼女の助けに向かおうとしている影がイーストリーグに見える。よかった。やべえ、本物だ。安心したら緊張してきたぞ。何をつぶやいてるんだ。いや、何でもない。どうしよう、こんなチャンスめったにないし。あのモノクルを外せばキットの素顔が見える。焦るな、焦るなよ。まずはカメラを準備して、こっそり左手で隠し持って、右手をキットのモノクルに。今だ。ああ、そいつは。君の素性は真実カードで知ったからね。抱きかかえているふりをして、君にベルトを装着し、君が手を伸ばしてくるタイミングを待って手を離したのさ。くそー、もう少しで大スクープが手に入ったのに。もうほとんど顔見えてるけどね。知らない方が面白い真実だってあるのさ。お、なんだあれは。きっとどうしたの。なんでもないさ。そんなことよりサウスリーグの屋上を見てみな。あ、母さんだ。おお、よかったよかった。よかったよかった。